皆さん、こんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、長岡造形大学の方で教えています情報リテラシー論の第3回目ということで、検索エンジンの変遷と進化というテーマについてですね、お話ししたいと思います。この授業はですね、90分の授業なんですが、90分の授業を受けなくてもですね、15分で学べるというですね、ものです。授業を受けられた方もぜひ復習などにも使っていただければと思います。では早速ですが、見ていきましょう。こちらからになります。はい、まずですね、いつものように、スライドの方で NID03 でいくと質問ありますので、またこちらの方に使っていただきたいんですけども、質問を締め切っておりますが、質問はこちらで見れますと。はい、まず最初にですね、このメニューの話をしたんですが、ちょっとこれ勘違いしてる人がいたので補足しておきますが、メニューの数が5から7がいいって話ではなくて、人間は物を選ぶときの選択肢は5から7以内しないとわからないっていう話ですね。だから当然こういうメニューとかも5から7しないといっぱいありすぎると選べないって話ですね。これなぜ大事かこの後出てきますので、メニューもそういうふうになってるんですよって話をいたしました。そして世界中のウェブサイトはどんどん増え続けていまして、今19億サイトになりましたと。19億サイトもあるんであれば、それらをですね、このように分類して探す出すには大変ですよねっていうことで、どのぐらい大変かちょっと見てほしいんですが、もともと1991年にホームページの数は1個しかなかった時代から始まって、今のように19億サイトになってきたわけなんですけど、その間にですね、いろいろと右側に書かれているように、インターネットっていうのは変わってきたわけなんですが、これをですね、ちょっと7の類乗で表してみたものがあるんですけど、なぜこれが意味するか、この後また出てきますので、これはちょっと一回、この辺を後で説明しますが、大事ですと。そして、なぜ検索エンジンの会社は無料でね、サービスを行っているのかということで、Yahoo、Google、Bing とあります。これ答えがね、分かってない方がいらっしゃったので、説明しておきますと、検索エンジンは無料で使ってもらうことができるんですが、無料で使うことによって、何らかの形で商売につなげているからなんですよね。Yahoo の場合は、ポータルサイトという意味合いが強いので、Yahoo の関連サービスにも検索を使ってもらうということは、Yahoo をね、開いてもらうということになりますので、そこから Yahoo の関連サービスを使ってもらって、Yahoo ショッピングとか Yahoo ニュースとか Yahoo なんちゃらっていうものを使ってもらって、その Yahoo なんちゃらっていう方に人がたくさん来るとですね、そこに企業さんが出店したりとか、サービスを提供したりするようになるので、そこからお金をもらうっていうような仕組みのビジネスモデルが大きいということですね。企業さんにお金を払ってもらうために、ユーザーには無料で使ってもらうと。Google の場合は、検索の数を増やすことによって、検索結果に出る広告収入っていうので成り立ってますよと。これ9割ぐらいが広告収入ですよと話しましたね。Bing も同じです。Bing は、検索結果の広告というもので成り立っているものになります。それで、世界で見るとですね、Google のシェアが圧倒的に多くて、Yahoo がトップを取っているのは日本だけであるっていう話をですね、いたしました。日本はちょっと特殊なんですって話。で、Yahoo のトップページがなぜね、皆さんホームに設定してるかっていうと、そのように書かれてるからなんですけど、Yahoo をインターネットの初期の頃っていうのはあまりよくわからないので、とりあえずインターネットのサービスが全部乗っかっている Yahoo が便利だったわけですよね。だから皆さんホームに設定しておくと便利だからということで、これに設定する人が増えたわけです。それで、Yahoo のホームに設定するから検索エンジンがついているので、Yahoo で検索する人も増えたんじゃないか。もしくは、日本人は幕の内弁当みたいなのが好きなので、何でも入ってるっていうようなものが安心するからといって、Yahoo が選ばれたんじゃないかっていう説なんかもあります。あとはですね、アメリカの法人と日本の法人の Yahoo は違っていてですね、日本の Yahoo の経営が上手だっていうこともあるんですね。それは今はソフトバンクとも提携してますし、そういう面でも非常にですね、上手だっていうのもありますね。そしてですね、こちら。過去のウェブページを保存するサービスにインターネットアーカイブってやつがあります。これなぜね、今ここで紹介してるかっていうと、
だったら Yahoo のトップページを過去に遡ってみてみましょうということで見てみました。そうするとですね、1996年に日本に入ってきてから今までですね、このトップページっていうのがどんどん変わってきてるってことがわかるんですね。もともとは Yahoo のトップページっていうのは、検索カテゴリーが前面出ていたのが、検索カテゴリーをたどっていくっていうものがだんだんですね、ページの上からページの下、そして右上、そして2018年ですね、今年ですね、3月でサービスを終了っていうような形で、Yahoo の一つのサービスが終わってしまったと。で、これには、なぜそうなったかっていうと、Yahoo はこういうね、カテゴリー登録っていうものをですね、手作業でサイトを審査することによって行っていて、例えば何か見つけたいものがあったときに、カテゴリーをたどっていけば見つかるっていうものなんですが、じゃあその多くのサイトの中から、カテゴリーをたどるためには、1個1個の数が7個以内じゃないと、最初から12個の中で どこに自分の好きなサイトがあるかっていうのが分からなくなるので、だから7だと。だからさっきの7っていうのが出てくるわけですね。そして、それから大分類、中分類、小分類みたいな感じで、どんどん階層が今度深くなっていくんですが、じゃあこの深くなっていく階層がまた20も30もあったんでは、これもまたね、複雑になって、どこまで入ればいいのか分からなくなってしまって、余計分からなくなるので、まあ、これも7階層ぐらいが限界じゃないかと。そうすると、まあ、7の7乗っていうのが82万サイトなので、世の中に82万サイト以上なると、Yahoo の分類ではもう間に合わないっていうことが、まあ、物理的に証明できたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、その、82万のサイトを超えた翌年に Google ができているということで、Google のようなキーワード検索っていうのが必要になったんじゃないかっていうふうに僕は思っています。で、Yahoo っていうのは、この検索結果の方にですね、カテゴリーを優先的に表示したりしていたのも、そもそも Yahoo の検索エンジンのその精度が低かったので、人間の方が精度が高かった。だけど、人間の方がこの登録するのにはですね、お金がかかったと。お金をかかった、お金をかけた人が上位に来るのはどうなんだっていう話があって、で、それでですね、Google のようにちゃんとね、平等に順位をつけた方がいいんじゃないかということで、Yahoo から Google に世の中が流れていくわけですね。そしてアメリカの方では、この Yahoo の登録するのは、まあ、お金かかるし、もうね、あんまり利用者がいないのでということで、サービスが2014年に終わります。その時には日本は独自で続けますよって言ってたんですが、日本でも今年ついに終わってしまったということで、大きいですね、Yahoo カテゴリー、もしくは Yahoo という検索エンジンの歴史が一つ終わったわけですね。そんな中で注目のニュースっていうのは、実は Yahoo と Google は検索業務の提携をしていて、当初は2010年から2月の予定、2年間の予定だったのが、これがずっと今も継続しているので、Yahoo と Google の検索結果は一緒だということなんですね。実際に見てみましょうということで、一緒の検索結果を表示してました。で、Yahoo のポイントっていうのは、検索結果にですね、いろんなものが出てくると、ネイバーまとめとか、Yahoo 知恵袋とか、Yahoo 検索リアルタイムとか、Yahoo なんちゃらとかね。最近はクラシルとも提携したみたいで、クラシルも検索結果に出たりしてますね。まあ、このようなことをすることによって、まあ、企業からお金をもらう仕組み、もしくは自分のウェブサービスに誘導するってことが非常に要素として強いわけです。でも Google の方はそこまで強くなかったですね。で、自分のウェブサイトに、飛ばすのは少なくて、一般的な平等的なものが多かったんだけど、最近ちょっと Google も自分のウェブサイトに飛ばすような意味合いが強くなってるかなって気はするんですが、まあ、Yahoo ほどではないですね。このように、ホームページの中を、リンクをたどってですね、Yahoo の、検索エンジンっていうのが拾って、いたのがですね、Google のようにロボットがですね、拾ってサイトを巡回して見つけるっていうような形に流れが変わってきたということですね。まあ、人から人工知能へということで変わったということで、Google のですね、このようにキーワードで検索すると、ダイレクトにページの一番下の方まで探せるようになったのは、これだけページ数が世の中に増えたからじゃないかなと思います。で、その Google っていう会社は、どんどん検索数が増えてますよということで、これちょっとデータは古いんですが、原作の数は増えていますということで、このグラフを出してみたんですけど、で、ここに上がってますようにですね、検索数はどんどん増えているんですけど、今問題になっていることがあるんですよね。
ここにありますような広告収入でほとんど成り立っている会社なのに、広告収入が減ってくるかもしれないという恐れがあるわけです。それは Google を使わなくなる、ケースが増えているからですね。それがアプリだったりとか SNS の登場っていうのがあったりします。あとは日本においては人口が減るっていう問題なんかもあったりしますね。で、この広告の 96%、ごめんなさい、売上の 96% が広告収入っていうのは結構皆さんショックがあったようですね。ということで、この広告っていうものの仕組みについて説明いたしましたね。ワンクリックいくらとか、スコアが高いと、お金が少なくても上位に来る仕組みとかですね。で、どうやったら、検索エンジンの上位に自分のサイトが来るかって時に、これ、まあ、こんな簡単に話せる話ではないんですけど、説明させていただきました。あとは、狂気語っていうものがありまして、キーワードには組み合わせっていうものがあると。より、自然な組み合わせで文章を書いた方が評価は高いよっていうこと。そして Google が考えたこのページランクっていうですね、考え方っていうのが、まあ、非常に評価されて、Yahoo よりも Google の検索エンジンの方が精度が高いというふうにですね、思われるようになったページランクっていう考え方について説明いたしましたね。で、今まではリンクっていうものはこのような形で、URL にリンク貼るとか、画像にリンク貼るってことはあったり、あとはテキストにリンク貼るってことがあるんだけど、まあどういうリンクの貼り方であれ、何かね、その内容に合わせてリンクを貼ってるってことを認めるような、まあテーマにリンクを貼るっていう考え方に、まあ、変わってきてるよって話。ただ、世の中が SNS とかですね、いろんなシェア方法が出ていることによって、このページランクはリンクを元に成り立ってるんだけど、そのリンクっていうものの概念がちょっとスマホで変わってきたと。で、その先が Facebook とか出てくると何を見てるかが分からなくなってきたってことですね。で、世の中は情報がある限り検索はつけないが、情報の探し方は変化するということで、まあ、図書館、電話帳、百科事典で調べていたものから、まあ、それをパソコン、スマホ、スマートスピーカー、ウェアラブルとか自動車で調べたりですね。そしてどういうフォーマットのものを調べるかとか、どういうコンテンツを調べるかみたいな風に変わってきてるよっていう話もいたしました。そして昔はですね、ブックマークっていうものがあって、これはツールバーの中にですね、ブックマークとかですね、検索とかついてるやつがあったんですけど、これはインターネットエクスプローラーに流行っていたツールバーっていうものが、インターネットエクスプローラーのブラウザーシェアがですね、落ちてきたことによって、ツールバーっていう概念もなかなかなくなって、ツールバーを入れてもらえば自分の検索を使ってもらえるっていう時代ではなくなってきましたよね。そして、こちらですね、Google に対して、Google に、これちょっとね、わかりにくいんですけど、これちょっと直さなきゃいけないですね。iPhone のブラウザや初期設定の検索エンジン、Google、ここに年1兆円払うということで、Google に払ってるんではなくて、Google が、年1兆円を支払ってるんですね。ということですね。ここがこう、2って書くとちょっとややこしいので、ちょっと書いときますけど、Google が Apple に払ってるということですね。ということです。ここがちょっと違います。あ、直してきますね、後で。はい。いいが消えた。はい、ということですね。そして、アプリで検索する人が増えているっていうことです。で、最後にですね、まあ結構大事な話ということで、Google で人の記憶は変質するっていうことで、今まで人間が記憶していたことっていうのが、今は頭で記憶するんではなくて、記録している媒体を記憶するようになったと。そしたらどこに保存してるかってことを覚えておけば、そうするとですね、頭の中で記憶しなくても良くなったと。だからそれをクラウド上とか SNS 上とかインターネット上に情報があると思ってしまうので、人々は検索をすればいいということで頭で記憶することをやめたわけですね。で、それに対して元ローマ法王さんがこんなことを言ってますよということで、まあ、検索や SNS に依存せず自分の脳を鍛えようということで、たまには自分の脳を信じてね、やってみるもどうなんじゃないのっていうことについてお話をしていますね。これに対してかなり共感した人も多かったし、あとは、長岡造形大学の生徒さんのような、まあ、そのアーティストとか、自分のデザインとかっていうものを売っていきたいっていう方はですね、やっぱりそのひらめきっていうのが大事だと思いますので、ぜひ自分の脳に刻むっていうことも忘れないでほしいなっていう話もさせていただきました。ということで、今回は、情報リテラシー論の4回目、3回目ですね、
検索エンジンについてお伝えしました。インスパイアの北下、ありがとうございました。バイバイ。